線路は続くよ、どこまでも。こんにちは、阪神甲子園駅です。はい、快晴です。阪神電車やっぱりいろいろカラフルですね。いい感じですね。今日はピコピコベイビーの診察で兵庫医大へ行きます。朝から向かっております。何気にエレベーターも甲子園マークですね。野球マークですね。これは甲子園の駅です。はい、そして診察が終わったよということで、兵庫医大の中のタリーズカフェに来ました。アメリカンドッグとコーヒーですね。いただきたいと思います。はい、奥に職員用ラウンジがあります。気になりますね、ちょっと。はい、ケチャップとマスタードをたっぷりつけていただきます。はい、ピコピコベビーの足を握ってなんとか機嫌をとっております。はい、そして次はアララポートへ行ってみます。こんな感じです。はい、こちらが甲子園ララポート。はい、そしてこちら、ララポートの前にも商業施設ができてました。はい、そしてキッザニア外観だけ見学させてもらいました。中には入っておりません。結構いいお値段するみたいですね。本当の空港のような雰囲気ですね。はい、そしてこちらはララポートの前の商業施設の1階にあるショップです。なかなか高級路線ですね。いろいろ売っていましたよ。本物っぽいのとなんかおしゃれな感じですね。ショウヘイオオタニってよくテレビで言ってますね。はい、こんな感じです。そしてその後ちょっと気になってるラーメン屋さんに行きました。店内はこんな感じです。はい、まずはビール700円です。結構お値段しますね。はい、そしてこちらストライクラーメン、とっても美味しかったです。はい、そしてこちら帰りのカフェで隣の席の方からお便りをいただきました。はい、カフェでマニキュアはしちゃダメですよって当たり前ですよ。はい、ちょっとね、外でやってしまうピコピコでした。それではまた皆様、台風気をつけてくださいね。